はい、どうも、奥大輔です。このチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースの試合を振り返って、いろいろとお話をしております。ということでですね、今日の試合振り返っていきたいんですけれども、今日が、4月の25日日曜日ですね、DeNA 甲子園で3連戦の3戦目ということで、結構ね、大事な試合だなというふうに思っておりました。前のカードですね、巨人3連戦、東京ドーム、これ負け越しましてですね、頭取って2つ負けて、で、DeNA の3連戦の金曜日負けて、これ3連敗だったんで、ちょっとね、このままズルズルいくかな、嫌な感じだなって思ってたんですけど、昨日ね、快勝しまして、で、今日勝てばですね、カード勝ち越しですから、まあ3連敗とはいえね、その巨人の3連戦を1勝2敗、で、このカード2勝1敗ですから、まあそんな、まあたまたま負けが3つ並んだっていうだけで、そんなに対してね、あれではないかなと思ったんですけど、今日負けるとね、ちょっと痛いかなと思ってたんですけど、今日見事に勝ちましてですね、これでまあカード勝ち越しを決めたということで、まあ良かったんじゃないかなと思います。ただまあちょっとね、今日すごい、まあちょっと荒れた試合というかですね、まあちょっといろいろあった試合だったなというふうに思うんですけど、今日ね、ガンケル投手先発で、ガンケル投手がですね、もし今日勝てば5勝目ということで、まあ月間 MVP 間違いなしかなって思ってたんですけど、今日残念ながらね、試合には勝ったんですけど、ガンケル投手には勝ちをつけられなかったんですね。中継ぎがちょっと打たれてですね、逆転されてしまって、再逆転して勝ったっていう感じだったので、まあ、ガンケル投手は今日ね、勝ちつかなかったので、ちょっとね、まあ月間 MVP ちょっと微妙かなって、そんな感じですね。今日ね、ガンケル途中6回途中3失点だったんで、ちょっとね、防御率も悪くなったということですから、ちょっとね、月間 MVP は微妙かな。だからそのチームへの貢献度をね、見れば、当然ですね、周囲走ってる阪神に、まあ大いに貢献した安定感抜群だった、まあ、ガンケル投手っていうふうになるんですけど、数字だけ見るとね、ちょっと不利かなっていう、そんな感じですね。まあ、このこればっかりはね、どういう、判断をするかっていうのを、まあちょっとね、まあ5月になってみてですね、まあ楽しみに待ちたいなというふうに思います。はい。で、相手坂口投手だったんですけれども、まあ、結構若いピッチャーでですね、右の、まあまあ本格派というかな、球速くてですね、まあいいピッチャー同士なんで、これも結構その、投手点なんのかなと思ったんですけど、結構ね、荒れた試合になりましてですね、まあ振り返ってみると、やっぱりいろいろとですね、両チームにちょっとまずいプレーがですね、いくつも出たんで、やっぱりですね、そういうプレーが出るとこういう試合になるんだろうなっていうことを改めてね、感じるような試合だったかなというふうに思います。3連敗してるときはね、巨人にしろ、DeNA にしろ、阪神負けてるときは、相手チームにすごいいいプレーがですね、出てて、で、阪神の方はミスが目立つみたいな、そんな印象をですね、受けるんですよね。逆にその阪神が勝つ試合はですね、阪神の方は、まあいいプレーが目立って、相手の方にミスが目立つみたいなですね。まあもちろん阪神もね、勝ち試合でもミスしてるんですけど、印象に残らないですね、勝ってると。だから、勝ってると、阪神の方はいいプレーが目立って、相手チームのミスとかね、エラーが目立つっていう感じなんですけど、今日はね、両チームにミスとかエラーが結構、まあエラーはね、数字上のエラーは一つだったんですけど、まあ数字に現れないエラーというか、エラーにならないエラーみたいなですね、そんなのがいくつもありまして、で、その両チームにまずいプレーがあると今日みたいな試合になるんだろうなというふうに思います。はい。でですね、今日はちょっとその相手チームがですね、まあ阪神の方はですね、もう本当にメンバー固定してきてましてですね、昨日からまた開幕のメンバーに戻しまして、ショートをですね、木浪選手にして、で、昨日活躍したから今日もショート木浪選手で行きました。だからもう完全にまた、あれですね、開幕戦と同じメンバーで今日も来たと。で、ガンケル投手というそんな感じですね。で、DeNA の方がですね、ちょっと選手をガサッと入れ替えてきまして、昨日ね、ちょっとその、まあ打ち込まれてしまった選手とかいましたので、この辺ピッチャー含めてですね、野手も含めて、4人か5人ぐらいですね、入れ替えてきまして。で、今日ね、音坂選手1番で使ってきたんですね。で、DeNA はですね、4番の佐野選手はもうずっとね、決まってるというか、まあこれ動かしはね、固定なんですけど、それ以外がですね、全然なかなかこう決まってなくて、外国人選手もいなかったですからね。で、そこに外国人選手、外オースティン2人が合流してきてですね、あと1、2番が固定できれば、まあ打線がですね、まあ、固定されるのかなと思ってたんですけど、今日、音坂倉本という1、2番で、来ましてですね、これがまあちょっと、まあ機能したというかですね、阪神からしたらちょっと嫌やなっていう感じで、まあ活躍したわけですよね、音坂倉本がですね。だから今日みたいな活躍をコンスタントにですね、続けられるとちょっと DeNA 打線嫌やなっていう、そんな感じですよね。4番のね、佐野選手は、ずっとね、打撃もまあ、好調キープしてるんですけど、ただまあ、
打点が全然ないんですよね。だから多分1番2番3番がいまいち、まあなかなかね出塁ができないということで打ってるんだけども打点がつかないみたいな、そのまあだから大山選手と対照的ですよね。大山選手ね、もうずっと調子悪くてですね、打率も上がってこなくてですね、でまあホームランも全然出てなかったんだけど打点だけはねちょこ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 稼いでたんですよね。これが佐野選手は結構ヒット出てる割に打点がですね今日3打点稼いでこれで6とか7ですから、まあいかにですね4番の佐野選手に打点が今までなかったかっていうことなんですけど、今日はですね DeNA 打線結構いい流れでこう繋がってきましてですね、 1,2 番のその音とか倉本が結構いい出塁の仕方をしたりしてですね、そうなってくると3番が今日はオースティンかなで4番佐野5番外だったんですけど、この辺が結構繋がってきましてですね、これはちょっと嫌やな、で6番にこれ宮崎がいますから、もうこれはですねちょっとまあ、まあ、今後ちょっと要注意やなっていう、そんな感じですよね。まあ、ただ先制したのはですね、実は今日阪神なんですね。佐藤選手のですね、豪快なツーランホームランで先制をしまして、これもですね、相手の、まあまあ失投というかカーブ、追い込んだ後カーブ投げたんですけど、これがど真ん中の高めに来ましてですね、で、それを見逃さずにこう打てるっていうんで、これやっぱすごいんですよね、その見てるとですね。その、まあいつも言ってますけども、とにかく積極的に振ってるからこれ打てるんだと思うんですよね。これをね、そのボール球振ったらいかんとかですね、もっとボール見ていけってね、こう言われて、ああ、よっしゃ、ボール見ていこうってなると、やっぱりですね、こういった球もこう見逃してしまったりとか、打ち損じてしまったりするんだと思うんですけど、もう、そういうことはね、意に介さないというかですね、もうとにかくブン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 振っていってるということですから、追い込まれた後もですね、失投を逃さずにこう打てるっていう、そういうことだろうと思うんですよね。今日もね、すごい軽く振ってるように見えるんですけど、これが甲子園球場のライトスタンドの、まあ、中段ぐらいまで行くっていうとんでもないでかいですね、ホームランを、放ちまして、今日結構風向きちょこちょこ変わってたんですけど、あの時は多分浜風吹いてたと思うんで、逆風を切り裂いて139メートルっていうですね、とんでもない飛距離の、ホームランを放ったっていうことですよね。まあ、ちょっと余談ですけどね、この間その、横浜スタジアムで場外ホームランを打ちましたけど、あれの推定飛距離が140メートルということですから、まあ、あれと同じぐらい今日飛ばしたっていうことだと思うんですけどね。まあ、そう考えると、甲子園球場って広いんだなって思いますよね。横浜スタジアムでは場外に消えてった球が、まあまあスタンドの中段ぐらいっていうことですからね。まあ、ただまあ、ねえ、その、今日あの軽いスイングであっこまで飛ぶんですからね。甲子園球場でももしですね、フルスイングしてマシンに当たっていい角度で上がって、たまたま風向きがですね、浜風と逆の追い風吹いてたりしたら、もしかしたら甲子園でも場外ホームラン打てるんじゃないかっていう、そのぐらいのこう夢というかロマンを感じるようなですね、そういった飛距離ですよね。だからね、その阪神ファンのね、僕らもまあチーム勝ってるのもありますけど、やっぱり三振してもやっぱ気にしないというか、もうもっともっと振ってくれっていう、そういう気持ちになれるようなですね、そういった選手だろうなっていうふうに思います。もうね、気にせずに。だから、今のペースでいくと大体1週間に1本ぐらいね、こうホームランでるわけですよね。こうまあいつも言ってますけど、相手も人間ですから絶対にミスとか失投があるわけでね、今日のホームランも失投ですけど、それをですね、そのまあね、その厳しいところをホームランにするっていうのはなかなかね、技術的に難しいのかもしれませんけど、相手もミスするわけですから、そういうのをですね、1週間に1本ぐらいこうホームランにできればもう十分ですよね。年間通じて30本ぐらい打てるわけですから、今日みたいなですね、感じでいいんじゃないかなというふうに思います。で、それがたまたまいいところで出れば、バンバン剤っていうことですよね。今日はまあいいところで出ましたよね。先制ツーランホームランですからね。相手の坂口投手も結構ね、いいピッチングをずっと続けてたようですから、ね、投手になるのかなって思っていたところを見事にこう捉えるっていうですね、そういった素晴らしい佐藤選手のですね、ホームラン。昨日ね、3安打猛打賞で、今日もホームランですから、このままですね、乗っていってほしいなというふうに思います。なんかね、その、開幕当初の数字もですね、あんまり上がってこなくてですね、ちょっとね、物足りないなっていう感じだったんですけど、まあ結局、そう1ヶ月ぐらい見てたらですね、まあ数字なんとなくですね、やっぱりそれなりの数字になってきてますよね。打率も2割5分ぐらいまでなってますしね。打率が2割5分ぐらいになってて、まあ打点もこれで16とかぐらいですかね、今日ツーランホームランでね。だからもう上位に顔出してきてますよね。ホームランも上位に顔出してきてますよね。だからまあ、言うてみればまあ前評判通りぐらいのですね、まあ活躍してるんじゃないかなっていうふうに思います。でね、 DeNA の牧選手がね、開幕バーっていい数字を残してましたけど、ちょっと今落ちてきてちょっと足踏みしてますよね。打率も下がってきて今3割ぐらいね、一時期4割ぐらい打ってたんですけど、今3割前後ぐらいまで下がってきてるし、打点もちょっと止まってますよね。ホームランもちょっと止まってるということで、だからね、結構まあいい勝負になってきてるんじゃないかなというふうに思いますよね。だからまあ年間通じてね、どっちの方がこう、いっぱい打てるかっていうのをね、これからやっぱ楽しみやなというふうに思います。
はい。で、これでね、こう、ガンケル投手、今、阪神で一番安定感のある先発ピッチャーですから、これ先制点取りましたから、これで今日はですね、まあ安泰かなと、またね、下手したら昨日みたいに大量点取れるんちゃうかな、みたいな期待が膨らんだんですけど、今日はですね、さっきも言ったように、DeNA のこのメンバーの変更がうまくはまったというかですね、音坂選手が今日は、すごくですね、いい働きをずっとしてましてですね、フォアボール選んで出たり、ヒットを打って出たりですね、で、その、音坂選手足速いっていうイメージありますから、やっぱりね、出るとやっぱ嫌ですよね。2番の倉本選手もですね、まあまあ足めちゃくちゃ速いわけじゃないですけど、まあまあ速いということで、このね、左2人ですよね。足の速い左2人っていうことで、これが打ち出すとちょっとやっぱ嫌だなっていう感じですよね。で、1巡目はですね、ほぼパーフェクト、ほぼじゃない、パーフェクトですね。ガンケル投手1巡目は、まあ3人、3人、3人でパーフェクトに抑えて4回ですよね。1番からの攻撃で、こっから4連打かなんかですね。これもだからフォアボール、フォアボールじゃなくて、ヒットを打たれるんですよね。だから、ガンケル投手そんな今日ね、球速、球威が落ちてたわけでもないし、別にコントロールが悪かったわけでもないしですね、ずっと丁寧に低めとかね、四隅をこう狙って投げてましたから、いつも通りのピッチングだし、特にね、まずいところはなかったと思うんですけど、これもね、まあ言いましたけど、どんないいピッチングしてでも打たれるときは打たれるし、ね、調子悪くたって抑えるときは抑えるっていう、まあ確率の問題ですからね。調子が良かったら抑える確率が高いっていうだけで 100% 抑えられるわけじゃないですから、今日なんかはもうガンケル投手調子良かったと思うんですけども、その相手の方がうまく打ってきたっていう、そんな感じだろうと思うんですよね。で、大阪倉本は5連打で、まあ、で、オースティン佐野ですよね。ここに、タイムリーを打たれるっていうですね。今日佐野選手が、3打点かな、上げましてですね。これで佐野選手も、だから周りがこうね、固まってきたら佐野選手もですね、本来の力発揮できるということで、この辺が目覚めてくると、やっぱりね、ちょっと、ね、今日もその、この4回の攻撃なんかは見事に打線繋がってましたから、これで同点に追いつかれてしまうっていうことですよね。これがね、ちょっと、まあまあ痛い。まあ、痛いというか、まあ、ミスしてるわけじゃないんですけどね、このままその0点で抑えて阪神の方が追加点をこう取っていけばペースをね持ってこれるんだけど、その阪神ペースになる前に同点に追いつかれるっていうですねことで、これでは分からなくなるんですよね、試合がですね。で、結局ですね、このまま、3点目どっち入るかなと思ってたんですけど、3点目が DeNA に入ってりまして、でこれでですね、ちょっとまあ旗色が悪くなるっていう感じだったんですけれども、これでですね、その5回、ガンケル投手が投げ切って、5回裏の攻撃、5回を3失点ですね、5回3失点で投げ切って、5回裏の攻撃、ガンケル投手が先頭バッターだったんで、もしかしたらもうここ代打出すかなと思ったんですけど、ここね、ガンケル投手そのまま生かしたんですよね。なので、この時点でもう球数 100球近くいってたんで、普通ね、外国人投手100球目処っていうところで、まあまあそろそろかなって思ってたんですけど、ここはもうガンケルを生かしてですね。で、まあどうなるかなと思ってたんですけど、結局ここでガンケル投手がですね、ツーベース打つんですよね。ツーベース打って。で、1番近本なんですけど、近本選手はもう進塁打ですよね。引っ張ってですね、見事、セカンドランナーのガンケルをサードに持っていくと。で、糸原選手っていうですね、そういった場面なんですけど、ここで相手がですね、暴投をするわけですよね。ほんで、まあ、ワイルドピッチですね。で、サードランナーのガンケル投手が帰ってきて、これで同点になると。で、こっからさらにですね、ヒットで繋いでいって、で、ここで相手がですね、坂口投手を諦めてですね、エスコバー投手にスイッチをするっていうですね、そういった、形ですね。で、二塁三塁でですね、エスコバー、投手が出てきて、で、阪神の方はサンズがですね、打席っていう場面で、これね、内野フライ打つんですけど、これがですね、まあ、お見合いというか、多分、まあ、風の影響もあったのかもしれませんけど、これを落としてしまって、で、阪神が勝ち越すっていうですね、そういった、まあ、この場面はもう、相手のエラーですよね、相手の、まあ、これはですね、ファーストのエラーがついたんですけど、その前の暴投もまあミスだしですね、ここはだから、相手の暴投とかですね、そのファーストフライを落としてしまうっていう、これで、阪神の方に2点が入るっていうですね、そんな感じです。で、まあこれでガンケル投手に勝ちの権利がですね、この時点ではこうつくわけですよね。で、6回もガンケル投手が当然ですよね、マウンド上がるんですけど、2アウト取った後にですね、デッドボールを与えてしまって、で、ここでチェンジになるんです。ここで、系統に入るんです。だから、この辺からちょっとね、試合がこう動き出すというか、まあ、荒れ出すというかですね、本当やったら6回投げ切らしたかったと思うんですね、ガンケル投手を。6回投げ切らしたらですね、7回岩貞、8回岩崎、9回スアレスで、こう、いつも通りですね、いけるんですけども、
ここでですね、デッドボールを、2アウトからデッドボールを与えてしまって、こっから左バッターが続くっていう場面だったんで、ここで岩貞にスイッチするんですよね。で、この回はですね、抑えるんですけど、その裏ですね、打席が回ってくるんですね。で、ここで岩貞投手、そのまま打席に行ってですね、で、回またぎで7回投げるんですけど、この7回に2点取られて逆転されてしまうっていうことですね。だからこの辺がね、非常にこう、系統の難しいところというかですね、まあまあ正解はないんだと思うんですけど、まあ、本当だったらガンケル投手はもう一人生かす方がですね、岩貞投手は当然やりやすかったはずなんですよね。一人だけ抑えて打席に立って、もう一回回またぎで投げるっていうのはやっぱりね、大変だと思うし、しかも打席でスイングしてですね、バットに当てたんですよね。あれでまたね、手が痺れたりすることもあるだろうし、下手してヒットとか打ったらね、塁に出ないといけないわけですから、これで回またいでもう一回投げるっていうのはやっぱなかなか難しいっていうふうに思うので、ってなったらですね、まあ、今日の系統がね、良かった、間違ったっていうのはまあ結果論ですから、あれなんですけど、もう一枚左やっぱ欲しいですよね。その、岩崎はですね、対左用じゃなくて、7回担当、8回担当ですから、これと別に、まあ、ワンポイントなりですね、もう対左用のですね、あの左ピッチャーっていうのをもう一人やっぱ欲しいな、もしくは、7回担当岩貞じゃなくて、例えば小林あたりがね、調子上げてきたら小林あたり任すとかですね。そういう風にして、そうすればですね、一人抑えて、代打出して、7回でまた違うピッチャーにスイッチっていう形が取れると思うので、できれば今日なんか見てるとですね、中継ぎいっぱいいるんですけど、左が2人しかいなくて、しかもそれが7回担当、8回担当ですから、もう1枚ぐらい左が欲しいのかなっていうのは、ちょっと今日はね、感じたところですよね。で、まあ、チェン投手とかですね、高橋遥人投手あたりが上がってきて、じゃあどうするかですね。全員先発で回すわけにいきませんからね。ところが、まあ、伊藤投手がですね、先発で結果残してますから、これも外しづらいということで、ね、どうするか、チェンとかですね、高橋遥人あたりを中継ぎで使ってみるっていうですね、それも一つの手なのかなというふうにも思ったりもしますけどね。だこの辺ね、ここから連戦がですね、長い連戦が明日一日休み挟んで、ゴールデンウィークのですね、長い連戦始まりますから、ここでどういうふうにですね、そのピッチャーをこう整備してくるかっていうのを一つですね、ちょっと注目ポイントかなというふうに思います。はい。で、まあ、で、これね、まあ、岩貞が打たれるんですけど、ちょっとね、これもまたその外野のですね、佐藤選手のまずい守備が、やっぱりあってっていうところでね、これ、エラーにはなってないんですけど、取れそうなですね、ライトフライを、ちょっとね、追い方をミスってというか、まあ、風の影響もあるのかどうなのかわかりませんけれども、これ落としてしまって、ヒットにしてしまうんですよね。この回も先頭、音坂選手からだったんですけど、ね、その回またぎで、7回ですね、岩貞投手が回またぎで投げて、音坂選手にフォアボールを与えてしまって、で2番の倉本選手ですよね、ここでエンドランするんですね。で、走って打つんですね。これが、ライトに飛ぶんですけども、これをですね、佐藤選手が落としてしまう、追いつきながらですね、ちょっとね、なんか回り込むみたいな形で追っていったんですよね。まあ、直線じゃなくてですね。で、これでちょっとですね、追いつけそうで追いつかなくてですね、落としてしまって、これだから相手の走塁も見事やったと思うんですね。取れそうだったんで、ね、これ取られるとまずいなと思ったら、あんまりね、セカンドの方に走っていけませんけど、倉本選手はね、音坂選手ね、ファーストランナーの音坂選手、打球方向とですね、佐藤選手の追い方見てましたよね。だからこれ、落としてしまって、すぐ二塁に投げたけども、これ全然もうセーフということで、二人とも生きてしまうっていうですね、そんな感じですね。で、こっから結局ですね、二点取られる。この二点取られるのも、これもですね、ライトの大きな当たり、フェンス直撃なんですけど、これもですね、まあ、上手な人だったら、まあ、取れてたんちゃうかなっていうような感じのところですから、まあ、この辺がですね、まあ、一つ、課題といえば課題なのかな。だから、両チームに結構そういったね、ミスが今日出たんで、こうやって荒れた展開になっちゃったのかなっていうふうに思います。で、まあ、ここでね、このままずるずる負けていくか、もう一回粘りを見せて再逆転するかっていうのがですね、まあ、強いチーム、優勝するチームか、そうじゃないかの、まあ、違いになるっていうところだと思うので、まあ、この後どうするのかなと思って見てたんですよね。今日みたいな試合を拾えるかどうかが、まあ、上行けるかどうかの、まあ、分岐点かなっていうふうに思います。ね、その、まあ、5勝4敗ペースでいけば優勝だし、4勝5敗ペースでいったら最下位ってね、よく言われますけども、こういったね、一試合、勝てるか負けるかっていうところを拾っていくのが、やっぱり優勝するためのですね、まあ、必須条件だと思うので、今日はね、そこが見事に逆転したので、これがね、良かったと思いますよね。この逆転したのもね、これもまたいいつながりをですね、しましたよね。近本選手からの攻撃だったんですけど、7回裏だったと思いますけども、だから逆転された、その裏ですよね。
ここでね、近本選手が、まあ、ね、見事にヒットで出塁をするんですけど、これは大きかったですよね。相手左ピッチャーだったんですけど、見事に、まあ、砂田投手だったと思うんですけどね、ちょっと、まあ、誰が投げてたかちょっと、覚えてませんけど、多分砂田投手だったと思うんですけど、粘りながらですね、追い込まれながら見事にヒットで出塁をして、で、ここでまた相手のですね、バッテリーエラーが出てですね、ワイルドピッチでセカンドに行って、で、2番、糸原選手ですよね。糸原選手、ここね、進塁打を打とう打とうという感じで行ってて、相手は進塁打を打たさんとこうということで、外にですね、ボールを投げてきたんですけど、これを見極めてフォアボールと、これも大きかったですね。で、3番にですね、今日実はマルテ選手途中交代しましてですね、ヨーカー選手が入ってたんですね。まあ、ちょっとね、マルテ選手心配なんですけど、まだちょっと情報がね、ないので、詳細がわからないんですけど、これヨーカー選手送りバントなんですけど、この送りバントがですね、見事ですよね。今シーズンは見た阪神の選手の送りバントの中で一番素晴らしいバントやったんちゃうかなと思うんですけど、もう三塁線ギリギリですよね、に見事に転がしてですね、綺麗に送りバントを決めて二塁三塁を作ると。で、4番の大山選手なんですけど、ここでですね、浅いセンターフライやったんですよね。これはちょっと変えれるかな、どうかなっていうところやったんですけど、サードランナーが近本選手やったので、これ見事にですね、浅いセンターフライで犠牲フライでですね、近本選手がホームインをして、これで同点ということですね。で、5番のサンズ選手、この時にですね、実はセカンドの糸原選手もですね、タッチアップでサードに行ってたんです。これも大きかったですよね。これで2アウト3塁でさらに攻撃が続けられるっていう状態だったんで、相手からしたらね、ワイルドピッチやってますから、もうワイルドピッチ次やったらですね、サードランナー帰ってきたらこれ勝ち越されてしまうので、ね、低めにはちょっとやっぱ投げづらいだろうっていうところをですね、サンズ選手は狙い撃ちしてホームランっていうところですよね。高めに来るやろ、あ、ね、低めの厳しいところで投げづらいやろっていう、だからこの辺も全部こう繋がって、打線が繋がってるっていうですね、そういったところを感じることができた見事な攻撃やったなというふうに思います。これで、見事に勝ち越しのツーランホームランを打つということですね。で、あとはまあ8回、岩崎、9回スアレスということで、まあちょっとね、ランナー出しましたけど、ちょっとね、展開が荒れてたんで、ちょっとね、心配だったんですけど、やっぱこの辺はね、やっぱりきっちりと仕事をしてくれまして、岩崎スアレスが締めて見事に勝ったというですね。だから今日は本当にその阪神の、各選手の持ち味が出ましたよね。近本選手の足の速さもですね、この浅い犠牲フライで帰ってこれるっていうところをね、見事に生かすことできましたしですね、糸原選手の、粘りっていうのもですね、見せることできましたし、陽川選手の送りバントもですね、見事でしたね。陽川選手ね、送りバント結構ね、あ、見てると上手いんかなっていうふうに思いますから、もしマルテ選手がね、ちょっと離脱ってなったら3番陽川っていうのもね、面白いかもしれません。で、4番の大山選手は今日はヒットを打てませんでしたけどもね、さっきも言いましたように打点はですね、やっぱ上げるんですよね。犠牲フライで打点を上げていると。で、犠牲フライもですね、今シーズン結構大山選手もう今リーグで一番多いんじゃないかなっていうぐらいね、去年犠牲フライ少なかったんですけどね、今年は見事に犠牲フライを稼いでいるっていうですね、これも一つ大山選手の成長かなというふうに思います。で、とどめですよね、サンズ選手のホームランですね。で、6番の佐藤選手は先制のツーランホームラン打ってますからね、やっぱりこの辺が、それぞれが持ち味をですね、今日は見事にこう発揮できた、そういったですね、そういった試合でこの荒れたですね、展開の接戦を拾うことができたっていうですね、そういったまあナイスゲームと言っていいんじゃないですかね。まあ本当はね、ガンケル投手に5勝目つけたかったんですけど、ただまあ、そのね、中継ぎの勝ちパターンの岩貞が打たれたんですけど、それでもやっぱ跳ね返して勝てるっていうところもですね、一つ示すことできたっていうところで、こういった試合もですね、やっぱり今後出てくると思いますから、勝ちパターンが打たれたっても最悪点するでっていうですね、そういった、今日はですね、試合になったんかなというふうに思います。はい。ということでですね、まあ、こんな感じで、これで明日休みを挟んで9連戦のスタートということですね。ちょっとね、緊急事態宣言出まして、今日までは観客入れてましたけども、明後日からは無観客ということになるんですけれども、この9連戦をどう乗り越えるかっていうのは、まあ、序盤の一つ山かなというふうに思います。で、ちょっとね、今日、ま、心配やったマルテ選手ね、どうかな。まあ、ね、実は昨日近本選手も途中交代して今日ね、心配やったんですけど、まあ、元気にですね、スタメンで出てきたし、活躍も見せてくれましたから、これはま、一安心なんですけど、次はマルテ選手ですよね。マルテ選手がどうなんのかな。まあ、今ね、調子良かっただけに、ちょっとね、心配かなっていうふうに思いますけども、この辺もですね、ちょっと情報をですね、注視していきたいなというふうに思います。はい。ということで、今日はこの辺りにしたいというふうに思います。明日はね、試合ありませんが、明後日から9連戦スタートですから、またですね、明後日からこうしてお話をしたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、最後までお話聞いていただきまして、ありがとうございました。さよなら。